原修太は日本のプロバスケットボール選手。B リーグの千葉ジェッツに所属。ポジションは SG、SF。千葉県船橋市出身。愛称は原兄。小学校3年生からバスケットボールを始める。船橋市立高根大中学校卒業後は市立船橋高校への進学を考えていた。最終的に奈良市の市立奈良市の高等学校へと進学。 奈良市の高校時代から頭角を表すようになる。その後、監督より大学でのバスケットボールを進められ、関東大学リーグの2部、または3部のチームへの進学を検討した。国士館大学に進学。進学した当時は、関東大学バスケットボールリーグ2部に所属していた。国士館大学では、1年生時から試合に出場し、2年生時には、国士館 大学一部昇格に貢献している。大学当時の原はシューターだった。プロに進むことを意識したのは3年生の終わり頃だったという。大学4年時の2015年12月に千葉ジェッツへの入団が決まり、国士館大学卒業後に契約。入団後の1シーズン目は9試合に出場している。B リーグ発足初年度、原自身2シーズン目は、 序盤から約2ヶ月怪我で戦列を離れるも、復帰後40試合に出場。天皇杯優勝も経験した。3シーズン目となる、B リーグ2017から2018では57試合に出場。B リーグファイナルに進出した。2018年5月、フィリピンにおいて開催された、FIBA3X3 ワールドカップ2018向けの 3X3 日本代表候補に、 鈴木啓太、小松雅宏、落合智也、野郎隆肥人などがメンバー入りする中、原はアルバルク東京の安藤を受けなり、秋田ノーザンハピネッツの安岡達人と,と共に B リーグプレイヤーから招集された。B リーグファイナル終了より1週間後の合宿入りに、周囲は驚いたが、見事に代表入りの切符を手に入れた。原も自身の実力を証明する絶好のチャンスだったが、 体調不良によりメンバー外となってしまった。腹をかいた日本は、スロベニア、ポーランド、エストニア、インドネシアと同組のプール B で1勝3敗と、振るわず予選リーグ敗退。ワールドカップを終えた。2019年5月17日 3X3、エグゼ参加の東京ダイムとの正式契約が発表された。2016年から2017年シーズン序盤に、 不祥欠場の後、ウェイトトレーニングによって、筋骨の発達した体育となり、東山道植物園のゴリラ、シャバーニに似ているという理由で、ハラーニという愛称が付けられた。ザウの名は、一所懸命。株式会社ドーム契約アスリート。ありがとうございます。